ばリコちゃん、この前みんなでお月見したとき、一人でどこに行ってたの？それは、ちょっと言いにくいというか。言いにくいところに行ってたの？まあ、そうとも言えるし、言えないとも言えるし、ちょっと信じてもらえないかもしれないし。何があったの？聞きたい！教えて！みんなには内緒にしてくれる？うん！絶対よ！秘密は守るよ！実はね、私あの時、ウサギと一緒に不思議な世界に迷い込んでいたの。不思議な世界？そう、そこには月の世界の精霊たちがいたの。私は精霊たちと月の女神様をおもてなしするためにいろんなことをしてたのよ。へえ、どんなことをしたの？歌ったり、踊ったり、お団子焼いたり、DVD 見たり、それからトランプしたり、とにかくいろいろ。いいね、なんだか楽しそう。エマさん、信じてくれるの？もちろん、私も行ってみたいよ、その不思議な世界。あっちのエマさんも可愛かったな。え？あっちの私ってどういうこと？それがね。あ、練習再開の時間。じゃあ続きはまた後で。さあ練習しましょう。